どうも、ナスビーです。今回は勝つことは忘れて息抜きにネタで遊んでた構成の実用回。このゲームで最も素早いのは一体誰かというと、それは犬やリッカーではなくもちろん人間でもない。何を隠そうこいつなのである。動けるデブでももうちょい絞ってるだろ感はある。こいつはダニエルで特化できる特殊ゾンビの一人で自爆ゾンビ。要するに特攻野郎 Z チームである。自爆を当てやすくするための配慮なのか異常に足が速く、スキルと装備で最大速力にして凶暴化も入れるとこうなる。おそらくウサインボルトより余裕で速い。ゾンビが全力疾走する有名映画も多数あるが、こいつはそれらの作品の演者ゾンビより確実に速い。この速度ならクリーチャーデッキを死滅させたショットガンを避けられるのでは。そんなことを思って何も知らないサバイバーたちを奇襲したところ、思った以上の戦果を上げてしまったため本気で組んでみることにした。というわけでいざ実戦。さすがに速いだけでは決定打に欠けるので、速度に関しては凶暴かバフだけで問題ないという結論に至った。プリセットはマップ端に自爆ゾンビを控えさせ置き、始まると同時に凶暴化ガスかバフ弾を当てて開幕特攻する。スキルと装備はすべて攻撃力を上げるもので埋めて破壊力のみを追求。自爆の範囲強化スキルと一緒に、カジノちゃんと触手ゾンビも強化されるのでこれらも採用している。さすがに自爆だけではデッキがうまく回らない。初戦の相手はプロ二人と中級者二人。ダニエルの天敵であるオタクと守護神タイローン。そして安定のメガネに MM 殺しのジェン。あえて言おう、無意味であると。諸君にはたくさん楽しいアトラクションを用意してる。例えば死や、破壊や、病気。人類世界を与えてくれる楽しみが全部詰まってる。というわけで仲間でたっぷりな自爆ゾンビ組んで突撃開始。凶暴化だけでも速度は十分出ている。これでショットガンをはじめとした攻撃をすべてかわし、強烈な範囲攻撃でダメージと感染をばらまいていく。初期位置に逃げようとしても無駄なのだよ。バイオハザードではまず見かけない速度の敵だろ。さあまだまだ行くぞ。大ダメージは与えたが感染はさせられなかった。お前らに必要なもの教えると思うか。必要なものは速さだ。速さは重さって海軍大将も言ってた。ほら開幕特攻を受けて日寄ってるぞ。そんなもの鉄砲で止められるものか。今度は二人持っていった。感染も同時に入っておいしい。まだエネルギーもプリセット残機も十分。ドア前で団子になってるところを奇襲する。この速度で飛び出されると身構えてなきゃ反応はできまい。これで全員にワンパン入れた。感染力はダメージ量にも比例しているので、火力を上げれば感染力も上がる。耐性はワンパンで感染まで持っていける破壊力である。完全に日寄ってるぞ誰も押してこない。鹿島持ってる黒人でさえ引いてる。男組と女子組に分かれたぞ。一瞬ひるんだがまだ参る。この速力なら余裕で巻き返せるので問題ない。男組ダブルダウン。これでプリセットは使い切ったのであとは現地調達。まだデッキが整ってないのでこいつは凶暴化なし。しかし蘇生で無防備なら問題ない。もう全滅間際まで行ったぞ。あとは触手ゾンビで分からせる。おい触手当たってないぞ。オートエイム仕事しろ。メガネさん怒りのトリガーハッピー。さすがにあの贅沢な弾幕には勝てない。エネルギー的にこれで耐え切るしかない。おいそのフィーバーは素敵すぎる。さすが守護神自らの失態を取り返した。このデッキはコストが重すぎて回転率が非常に悪い。触手ゾンビアクシロよ奇襲チャンスだぞ。おいフィーバーのせいで二人とも助かったぞ。しかしオタクは追撃で分からせた。カジノブンブンされるだけで怠慢でほぼ勝ち目ないの辛い。ここまで戦線崩壊させてるのにあと一押しが辛い。お前後で覚えとけよ。カジノブンブンの恨みは深いぞ。完全に置き攻めされてるぞ。これ以上は時間の無駄だ。一旦逃げよう。おい手札にピエロしかいないぞ。しかし私が抜けて警戒が解けたのか触手ゾンビくんノーマーク。インタで守護神を相打ちに持っていく快挙。もうピエロで行くしかない。
ピエロの強化内容は絶叫の範囲拡大、見た目も時空が歪むような演出が加わり派手になる。とりあえず四角で待機しとこう。ジェンは帰り道の確保なのか後方カメラを見てる。ちなみに範囲拡大といっても遮蔽物は貫通できない。オタクしか巻き込めてないぞ。これじゃ殴れない。ピエロくん終了のお知らせ。そいつは鍵だ。一時的だ。時が経てば良くなる。デッキ回しで触手と自爆が来た。今自爆を当てれば完全に崩壊させられる。手前側で安全に召喚して突撃しよう。いやダメだ、展開が遅れてドア奇襲に間に合わない。触手ビンタでコンボアタックに変更しよう。赤ラインが2人もいれば貫通でワンチャンいける。これはくたばらせるのに効率的な方法とは。おいおいおい、今仕事しろ、当たってないぞ。不能パワーやめろ。おねんねしなさい。やめてください。コスト脳ないんです。エリア1終了のお知らせ。コスト重すぎて追撃がしんどい。よしゾンビ、よしいいぞ、走れ走れゾンビ走れ。よしゾンビ、よしいいぞ、走れ走れゾンビ走れ。お前らよく頑張ってるぞ。さあ進め、殺しする。そうか、ここまで来るとは思わなかった。だがまだ終わりじゃない。今度はストックが多いぞ。やったね。オタク4回分からせられるくらいの合計火力がある。警備員もちょうどこの奥にいて助かる。ガンダッシュで初期位置まで押し込むぞ。このデッキは初動ムーブに9割方命運がかかってる。3人巻き込みありがとうございます。ダメージ量半端ない。おかげかタイラントくんがもう来た。しかし今ではない。最も効果的なタイミングが来るまでベンチを温めてもらう。ほらショットガン当てられるものなら当ててみろ。当てたところでお前も道連れにしてやる。不用意にダメージ与えるとノータイム万歳自爆するぞ。ダニエル固有の自爆範囲拡大スキルの恩恵がバカにならない。おい今のは当たってもいい距離感だっただろ。ジェンが起こされてしまった。しかしみんなかなり消耗してる。ほらナイフに腰が入ってないぞ。感染でむせたぞ。今がチャンス。ギリギリ届かなかった。そろそろこの部屋まで来るぞ。おい今の判定負けは納得いかない。お前が最後の花火だ。派手に決めろ。今度はドア奇襲で分からせる。開けてすぐではなく少し進むと成功率が高い。シナリオ通りにここに来た。次はきっと成功する。まずい、中に入られた。しかしここなら誰かに起爆してもらえば巻き込める。いいぞ。誰かのマチルダで起爆した。そして警備員くん発信の鍵付き。オタクが分からされてる。せっかく奥でオタクがダウンしたので門番しとこう。メガネスプレーさえ気をつければすぐには蘇生できないはず。ドアくぐりは完全無敵なのであしからず。慣れた人は殴りでドアくぐってくると思わせておいてのペイント。ドア前に黒人がいるときはこの方が成功しやすい。いいぞ警備員が無双してる。昔はダニエルの最強のおもちゃだったのに今はただのサンドバッグ。この配置ならメガネは枯らせられる。ターゲットかで圧もかけとこう。逃げる方向が分かってればフックレンダも当てやすい。ジャンお前今までどこにいたんだ。スプレーでも買ってたのか。最後はタックルからのアイアンクロー決めたいと思ったら分からされた。俺がここを全部仕切ってる。文明は死を求めたのにお前らは拒んだ。なんでだ。何のために生きる。というわけで割とちゃんと勝ててしまった。このデッキのいいところはストレス要素が非常に少なく、それでいて一撃のロマンと実用性を兼ね備えているところ。というわけで2戦目、今度は熟練の女子会メンバーを引いた。ランクも綺麗に100ちょいで横ばいで美しい。女子会は体力が低めで前衛に向かないため、自爆1回で致命傷を負わせられる。そのため今回のデッキとは非常に相性がいい。なおオタクの体力は女子会メンバーより低い。諸君にはたくさん楽しいアトラクションを用意してる。例えば視野、破壊や病気。現代世界を与えてくれる楽しみが全部詰まってる。ちなみにこのデッキはまだ試行錯誤してた時のものなので、強化弾ではなくクリーチャー効率化が入っており初動ムーブに難がある。しかし日寄ってるサバイバーを分からせるには素の走りでも十分。
っかきも当てればまさに即死級のダメージを受ける。特技が自分でやるのが一番手っ取り早い。わかるだろ。まずいベッカスに見つかった。収納部屋がスタートに近すぎるとこうなる危険が高い。しかし部屋の隅に追い詰められればこっちのもの。凶悪な攻撃力で噛みつきワンダウンが狙える。触手くんのディープキスは連打がだらしないと脱出が遅れて分からされる。攻撃特化ダニエルと怠慢でやり合ってはいけないのである。やり合っていいのはカズマを買った者だけの特権。ジルが援護に行ったので追いかける。奥のエリアはガン無視してダブルダウン狙い。向こうを攻めるよりこちらで怠慢した方がはるかに期待値が高い。のんきに触手くん撃ってていいのか。この距離感なら外しはしないと。と思ったら触手くんに横取りされた。まあタイム削りが美味しいので許す。これで最大感染と瀕死をプレゼント。完全に崩壊させた。向こうのジャンメガネは火力低めのはずなのでちょろい。一気に仕留められるよう触手ビンタコンボを狙う。ドアを閉めて足止めしてからの奇襲で行く。座標を合わせておいてタイミングを待つ。おいドア触りの無敵で避けられたぜ許せねえ。火力はないと思ったらメガネがショットガン買ってた。ベッカスがリスポーンして綺麗な体になってる。しかしキー持ちだったのでまた戻らないといけない。この部屋でまた暴れられる。触手くんまだ使えるぞ。もう一仕事いけ。まずは射線を遮りながら蹴りを詰める。そして射程に入ったら触手ビンタでひるませ、よろけてるうちに殴って分からせる。おいショットガンやめろ。チャンスないなった。お前ら許さねえ。ガラ空きの後方から自爆で奇襲してやる。キー回収勢は誰も気づいてないぞ。これはいける。ちょっと横飛びますよ。歯車が回り、鳥かごの出入り口が閉まる。もうそろそろ引き返せなくなるぞ。お前らをからかうために仕掛けた罠だ。危なかった。彼は絶対から空港を渡す気はない。デッキ重すぎて追撃間に合ってないぞ。いやベッカスはギリギリいけた。瀕死で足遅くなってたおかげか。キー持ちさえ分からせれば時間を稼げる。スプレー設置。誰もそのドアを通っては来られない。あなた優しいね。鍵と掛け金がかかってる。これはピエロで行くべきかやめとくべきか。いや行くね。まあ無理ですよね。知ってた。お前らよく頑張ってるぞ。さあ進め。殺してやる。そうか、ここまでよしゾンビ、よしいいぞ。走れ走れゾンビ走れ。このように開幕凶暴化が安定しないから強化弾を足したわけですよ。普通だったら同じ強化のカードを両方入れたりはしない。このデッキはプリセット命なのでそれも選択肢に入るってだけ。これはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。だが命令は命令だ。どうもナスビーです。今緊急でカメラを回しています。何が緊急だ。ぶっ飛ばすぞ。ほら何でもネタにしようとするから痛い目に遭う。まずいぞ。秘密の部屋が見つかった。こいつら一体呼ぶのに一体何秒かかると思ってんの。お前がダメにした分体で払ってもらうぞ。ほら足元お留守だぞ。ビンタの時間だ。ナイスビンタ。火力特化だとかなりのダメージなので油断してはいけない。おいそっち行くな。それお前の死の音だぞ。いやもう死んでたね。ごめん。キーを拾えないよう自爆トラップ置いておこう。そしてタイラントくん追加。おいジャンを越されたとスプレー許せねえ。ジャンがダウンしたからタイラントくん呼んだのに許せねえ。しかしキーはまだ拾われてない。ロケラン打ち切らせればしばらくジルは無能になる。さっさと消費させて誰か一人釣り出そう。こういう時一人は無謀に突っ込んでくる奴がいる。あっさり阻止してしまった。あとは投げ物で隙を作らないよう警戒モード。これでベッカスはしばらく寄ってこない。よしジルが抜けたぞ。ジャンガン無視でキーを取りに行った。キーを拾わせてから分からせたい。おいステップ完璧かぶっ飛ばすぞ。華麗に抜けられたぞ許せねえ。主に自分が、なめくして分からされたみたいになってる。奥の端末に向かったっぽい。おいドア閉め忘れてるぞメガネ。タイラント相手にそれは大きなミスになる。おい急に U ターンしてくるのやめろ。距離感ミスる。まあどうせ時間的に間に合わなかったか。
これでエネルギーも回復できた。ここからは凶暴化を乗せた自前の自爆ゾンビ。普通のゾンビならまず間に合わないが、こいつなら別。これだけ距離が離れていようと問題はない。ちょっと横通りますよ。ではおかわりも追加。手札にもう一体分いてはかどる。ベッカスがちょうどドア開けてくれてるぞ。通路奥のカメラを見ているのが、こちらはノーマーク。体力も黄色なのでワンパンライン。引っ掛けば確実に持っていける。お前は俺のシナリオ通りにここに来た。おい、あれはビルだ。いつ死んだんだ。ここで回復しましょうとか、うるせえ、私も混ぜろ。一番回復しなきゃいけない見た目してるの私だろ。ベッカス再び瀕死。もう少し中入ってから使えば全員分からせられた。今ので完全に息切れしたぞ。しばらく何もできない。これはドア前で待ってた方が良さそう。ギリギリ触手くんが間に合うか。では再び座標を合わせてスタンバイ。今度はドアタッチで避けられないようややずらす必要がある。おい、同じ失敗してるぞ。だらしねえな。しかも後ろのショットガンにボコられてる。これ普通に奥側で待ってた方が絶対良かった。即スレイブ奇襲ビンタが気持ち良すぎて、それ狙いたくて仕方なかった。しかし効率化が乗ったカジノちゃんがまだいる。こいつの名はネギモグ将軍だ。さすがに4人固まってる場所でモグモグは無理。深追いせずワンパン離脱で射線を遮る。動きを読まれないよう立ち回るのが大事。いい感じに避けてるぞ。と言っても数秒しか持たない。やはり自爆ゾンビの機動力じゃないと無理か。よしゾンビ、よしいいぞ、走れ走れゾンビ走れ。完全にエネルギーだらしなくなって何もできない。やはりバイオ吸収も入れるべきか。よし、ウィー。なんかいまいちだ。おい、ジェンがこのタイミングで買い物しに行く戦犯ムーブしてるぞ。これはかもれる。いいぞ。なんでその推理力をいつも発揮できない。では美味しくいただきます。1分残しでいけるはずだったので、他のメンバーあぜんとしてる。たまらず救助に向かっていった。ここで自爆ゾンビ補充助かる。この距離感ならちょうど間に合う。よく見て。まずいぞ、ショットガンで守られてる。これは隙を見ていくしかない。一旦背後に回って見失わせるのが大事。構えたまま追えない速度で揺さぶりをかけていく。綺麗に入った。ベッカスが保険でゴール付近で待機してる。と思ったら火星に行った。呼びやすくなったぞ。今がチャンス。このお遊びにはぴったりのマシンだ。回復とか許せねえ、私も混ぜろ。トリプルダウン気持ちよすぎだろ。みんなメガネスプレーで起き上がったが、このタイムなら問題ない。あとはタイラントで圧をかければ終わる。将軍ついてないな。さらなる実験のためにお前らは置いとく。文明の衰退はこれからも続く。そしてお前たちの命も終わる。今日でなくとも時期にな。というわけで女子会も撃破。ショットガンとカシマ相手でも分からせられるのが素敵。続いては現状では珍しい初心者から中級者メインのパーティー。特に警戒すべきメンバーもいない。ボンジュール。運命の歯車が諸君をおかしな場所へと導いた。果たしてここを出ていけるかな。どうだろう。では凶暴化ガスを仕込んで特攻開始。反対側はガン無視してこちら側へ来た人を分からせる。こちらは黒人ジルコンビ。ジルのすり抜けだけ注意してドアを起点に攻める。いいダメージが入った。回復しなければもう一回でいける。ジルが裏切って向こう側行ったぞ。自爆ダメージ見てドン引きしたのかもしれない。これで格殺完了。バランス悪いのを察してメガネが火星に来た。いきなり救急スプレーとか何腐ってる。二人ともこっち側選んだの後悔させてやる。まだ控えはたっぷりいるからな。どんどん行くぞ。今のところ黒人フルヒット。そして効果力に耐えきれずオハーブ回復も虚しくメガネダウン。さらに黒人も2回目のダウン。
フェイントかけてこない相手は非常に当てやすい。追い起死回生で起き上がったぜ。そうか、そんなにダウンしたいのか。一度こっちに来たからには逃がさんぞ。これでプリセット自爆は売り切れ。ここからは現地調達で行く。強化された触手ビンタからの噛みつきはどんな相手でも分からせる。起死回生で黄色ハーブ効果があっても例外ではない。というわけで黒人3回目のダウン。ほぼプリセットだけで完全防衛達成したぞ。よしゾンビ、よしいいぞ、走れ走れゾンビ走れ。ジャンがカシマ持ってるぞ。カメラ担当にすら買われるくらいメタられてる。ジルが起こしに行った隙にジャンを分からせるとしよう。とどめまではいけなかったが、お金はたっぷりむしり取った。ダニエル固有のカジノちゃんの強化はむしり取るお金が増額する。と次のエリアで全然お金がなくてはげるはず。退却に失敗して分からされた。これはもう奥だと間に合わない。触手ゾンビで手前側を防衛しよう。よし見つけたぞ。じゃあパーティーを開いてやる。おいカジノちゃん何やってんの。ドア開けないで。あんた AI だと性能低いんだから前に出てこないで。みんなメガネスプレーで完全回復してるぞ。完全向こうのオーラも見える。ならばダメージで分からせるのに。おいカシマなければ二人くらい持っていけたのに何してくれんの。あんたも積極的に死にに行こうとするのやめて。せめて捨て身で数秒くらいは足止めしてくれ。いや一瞬の足止めにもなってないぞあいつ。足止めってのはこうやるのよ。しかしいいところでエネルギーなくて何もできないやつ。よしゾンビ、よしいいぞ、走れ走れゾンビ走れ。よし、ウィー！素敵だった。どうもありがとう。よし、ウィー！急いで、出られる。これで俺が焦ると思ってんのか？全く問題ない。お前らの死が先延ばしになっただけだ。あれだけボコボコにしたのに結局4人とも送っちゃうやつ。俺はアレックスに必要なものを渡さなきゃならない。だがお前らにその義務はない。抵抗しなきゃしろ。俺は別に構わねえ。特には自分でやるのが一番手っ取り早い。わかるだろう。そうだね、AI カジノちゃん無能だったね。あれだけ分からされたのにカシマではなく松明使ってる。しかも逃げ遅れてる。戦闘がカシマじゃないのは助かる。今のところ黒人狙いの自爆すべて当たってる。そして黒人4回目のダウン。毎回殴りやすい場所にいるのが悪い。ゲロだろ。こいつは痛みを感じない。このお遊びにはぴったりのマシン。メガネスプレーで叩き起こされてるが問題ない。タイミング的にちょうど追撃が間に合う。そして黒人5回目のダウン。いやこれは誰だって狙うでしょ。毎回狙いやすい場所とタイミングなんだよ。そしてジルに秘密の部屋が見つかった。ジル無視して黒人リスキルしに行った報いですか。そうですか。そして警備員さんナイス。こういう時に限ってピエロとか頼りない。こいつは自分で使うよりいやらしい場所に置いとく運用の方が強い。しかしこの高コストデッキで余計な廃棄はできない。あと耐久だらしなさすぎだろ、いい加減にしろ。そして黒人が切断。わからされすぎて戦意喪失したようだ。カシマ買うだけで助かった命だったのに。こうなるともう試合にならない。一人の戦意喪失が次々に波及していく。ジルが黒人の遺品漁ってる。そんなジルの頭をあさりに行く。相手が一人じゃないとまず使えないイケメン技アイアンクロー。ドア枠に埋まってて色々台無し。これがアイアンクローの確実な避け方ですか。そうですか。黒人を分からせたら他の人も分からせてしまった。テクニック満点だぞ。やったな。やはり苗落ちさせると高評価なシステムらしい。いや苗た原因すべて自業自得だろ、いい加減にしろ。では10回ほど試した中で最も熱い展開になった回をピックアップ。合計ランク1500の化け物パーティーに特攻するダニエルをご賞覧あれ。ボンジュール。運命の歯車が諸君をおかしな場所へと導いた。果たしてここを出ていけるかな。どうだろう。そのおかしな仕掛けはどうやって開くんだ。俺が鍵をそこに置くって本当に思ってんのか。多分動かねえだろ。お前は罠にかかったんだ。
つは痛みを感じない。このお遊びにはぴったりのマシンだ。ういそいつは使うんだ。お前らに必要なもんを教えると思うか。使えるものがあるはずよ。こいつを踏んだら奴らうわーってなるよ。よしゾンビ、よしいいぞ、走れ走れゾンビ走れ。さあそれをどこに使う。探せ、楽しいぞ。少なくとも俺はこれはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。だがかかってこい。痛みを感じない。このお遊びにはぴったりの気がするんだ。来て、回復。よしゾンビ、よしいいぞ、走れ走れゾンビ走れ。さっさと脱出だ。生きてるかギリギリ。うい、ブラボー。さあどこまで行けるか楽しみだな。時には自分でやるのが一番手っ取り早い。わかるだろう。くたばらせるのに効率的な方法とは言えない。だが、これは命令だ。簡単すぎたみたいだな。もっと難しくしてやろうか。カードキーを持っていけ。次に俺がどんなものを用意するか見てみろ。死ぬかと思ったよ。
い、あれはフィールだ。いつ死んだ。よしゾンビ、使えるものがあるはずよ。よしいいぞ、走れ走れゾンビ走れ。何もかもが完璧に用意されてる。この先も戦うならゲームはもっと邪悪な闇へと向かうぞ。俺は構わない、どう終わろうがな。自分でやるのが一番手っ取り早い。わかるだろう。これはくたばらせるのに効率的な方法とは言ってない。だが、命令は無理だ。全身だ。ほんのちょっとだけな。楽しんどけ。お前らを止める時間はまだ。走れ翔くん、鬼ごっこは大好きだ。嘆きも後悔もない。こいつは人体で作られた兵器だ。助かった。
ペンがお前の最後の一行を書くのを待つ。具合はどう？あなた優しいね。こいつは痛みを感じない。このお遊びにはぴったりのらしいわ。プレイだった。よしゾンビ、よしゾンビ、よしいいぞ、走れ走れゾンビ走れ。人生とはこんなもん、こんなもんだ、セラビをばらまいて世界を終わらせろ。知ったことか。だがまた俺に会っても驚くなよ。お前らを追いかけてここに連れ戻してやる。というわけで怒涛の最終攻防でした。ご視聴ありがとうございました。